皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。ウクライナ支援に千羽鶴を送る問題、各有名人、インフルエンサーから猛批判になってますけれども、実はですね、この千羽鶴問題って私、被災地取材もしてるんですけど、被災地、要は地震が起きた時の被災地に千羽鶴を送るという自己満足問題もありまして、この問題、解説をしていきたいと思います。で、私自身はもうウクライナだろうが、被災地だろうが、千羽鶴は無駄ですという立場を取ってます。あくまで私の立場はそういう立場ですけれども、両サイドの意見を見ながら解説していきたいと思います。で、まず千羽鶴の無意味派の主張としてはですね、とにかく自己満足なんですよね。送る人が自己満足で、相手喜んでないじゃないかっていうこと。それからやっぱり他にいくらでも送るべきものあるでしょうと。お金だろうが、物資だろうが、もういくらでも、その被災地だろうが、災害地だろうが、戦争にね、なった場所だろうと、本当にもういくらでも、欲しいものがあるのに、なんで食えもしない、何もならない千羽鶴を送るのって、本当無意味。これは本当に最もその通りだと思います。ところがですね、千羽鶴の肯定派っていうのは必ずいます。で、今回、戦争ということで、千羽鶴、そのね、戦争のね、紛争地に送ってどうするんだ、ふざけるな、みたいな意見が、割と受け入れられてますけど、これ、被災地ですね。要は、日本で地震が起きた時に被災地に千羽鶴を送るって、結構当たり前のように行われていて、それを批判すると、結構批判した側が炎上したりするんですよ。それ、なぜかというとですね、千羽鶴を見て、千羽鶴を送ってもらって、私は喜びました、みたいな被災者が必ずいるんですよ。で、もちろん、例えば、ね、被災者の方が100人いて、1人か2人ぐらい千羽鶴超良かったです、もうそのおかげで生きる希望を持ちましたっていう人は確かにいるかもしれません。でも、それ100人中100人なんですかっていう問題がまずあるのと、まあ、もちろん、その何にも送らないよりは千羽鶴あった方がいいのかもしれないですけれども、いや、だけど千羽鶴よりも、お金欲しいですとか、いや、水が欲しいですとか、食料が欲しいですとか、電気製品欲しいですとか、いや、そういうなんか癒すものだったらね、例えば別にお花とかでもいいのかもしれないですし、いや、例えばね、かつて東日本大震災で本当に喜ばれたのが任天堂スイッチだったりとかするわけですよ。その時は DS だったかな、わかんない。まあ、特にゲーム機とかね。だから他にやるべきことがある。のにもかかわらず、千羽鶴肯定派っていうのは、いや、そんなことはない、喜ぶ人は必ず、まあ、確かに、ね、何も送られないより、送られたもの、ただでもらえるものだから、それは喜ぶ人はいるかもしれませんけれども、やっぱり優先順位っていうのは考えた方がいいんじゃないかなというところはあります。で、これ、今回、まあ、ウクライナの戦争に千羽鶴はないんじゃないかっていうことばかり取り上げられてますけど、これ、今後日本で地震が起きたとき、例えば南海トラフが起きたときとか、富士山噴火が起きたときに、千羽鶴、本当にね、もうやめてほしい、無意味だから。自己満足の偽善なんですよ。で、今回は何度も言いますけど、ウクライナだから、戦争だから千羽鶴無意味なんでしょっていう千羽鶴批判派の意見が大勢を占めてますけど、これ日本で起きた自然災害の被災地に送るとなると、結構賛成派も、千羽鶴容認派も結構、多いんですよね。で、千羽鶴を批判なんかしたりすると、逆炎上しかねないっていうのがありますけど、いや、でも私、東日本大震災を取材しましたけど、千羽鶴は本当いらないと思います。本当いらないと思います。で、もちろん、送ったら喜ぶ人はいると思います。それは間違いないです。で、まあ、別に、まあ、邪魔にはならないかもしれないです。ないよりあった方がいいかもしれないです。だけれども、それじゃないでしょって。しかも、千羽鶴を作るのに、じゃあ、そのね、本当に今いろんな方が批判してますけど、千羽鶴、じゃあ1時間送る、ね、千羽鶴作るのに1時間かかるんだったら、1時間バイトしてそのお金を寄付しろよっていうのは、そっちの方があってありがたいことは間違いないわけですよ。あとはね、例えばその1時間で、例えば現地に行ってなんかで支援をするとか、ね、いくらでもあるじゃないですか。
いや、本当に自己満足の犠牲なので、千羽鶴はね、本当にやめてほしいなと思います。ということで、今回はウクライナ支援に関する千羽鶴問題ですけれども、今後、日本の被災地でも避難所とかに千羽鶴を送るの、これ本当にね、やめてほしいなと、そんなことよりも物資を送ったり、お金を送ったりしてほしいなというふうに思います。